皆様こんばんは、まいまいです。今回は夫にもらった誕生日プレゼントを開けていこうと思います。一応前回の銀座デートの続きということになるので、もしまだ見ていない方がいらっしゃいましたら、そちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。それでは早速開けていきたいと思うんですが、その前にこの前の銀座デートで蔦屋書店で買ったものを先に紹介したいと思います。わざわざ取り置いてもらって買ってきたものはこちらになります。じゃじゃーん。カッター、わざわざカッター取り置いてもらったのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、これはただのカッターではありません。なんとめちゃくちゃ可愛いカッターです。っていうのはまあ冗談なんですけど、まあただのカッターですね。でこれはスタンダードカッターって言うんですよね。スタンダードカッター CP っていう蔦屋書店のヘデラ、蔦屋のヘデラっていう文房具ブランドから出ているカッターになります。なのでオリジナル商品ですね。デコボコが少ないスリムカッターナイフになってます。でこの色味がね、ピンクゴールドですごい可愛いんですよね。では開けていきましょう。はい、開けるとこんな感じになってます。ヘデラっていうロゴが入ってます。めちゃくちゃスリムですね。なんかここ曲がってない？こういう設計なんですかね。こういう設計だわ。はい、こんな感じでめちゃくちゃスリムなカッターになってます。私が前から持ってるカッターと比べるとこんな感じで、厚みが全然違いますね。すごいスリムなカッターになってます。すごいね、滑りがいい、スライドしやすい、スムーズなスライドになってます。でこれはもしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、すっごい人気で、私がね3店舗今回都会に行くので、田町と渋谷と銀座店に電話したんですけど、もう田町と渋谷はなくて、銀座でラスト1点だけあって取り置いてもらいました。でねこれ前から欲しくって、文具女子博で蔦屋書店が出店されていたので、その時にねカッターないんですかってお店の方に聞いたんですけど、そしたら今回持ってきてませんということだったので、それからまた地味に探してまして、今回購入することができました。嬉しい。ピンクゴールドみたいなんですけど、なんかね名前が CP って書いてあるじゃないですか。 CP はどうやらコーラルピンクらしいんですよね。なのでこれはコーラルピンクらしいです。いやでもどっからどう見てもピンクゴールドですけどね。でもめちゃくちゃ可愛いカッターなのに、めちゃくちゃおしゃれな感じになってます。なのでこれから私の動画でね開封するときに活躍してくれること間違いなしだと思います。はい、カッターについてはこんな感じになります。ではでは本命のプレゼントを開けていきたいと思います。ではいよいよ夫からもらったプレゼントを開封しましょう。まあ、これは私がリクエストしたものなので中身は分かってるんですけど、開けていきましょう。まずラッピングがめちゃくちゃ可愛い。このラッピングでもしかしたら分かるかもしれないんですけど、これはねアデリアレトロの梨っていう柄のラッピングになります。じゃじゃじゃん、タイムステーションネオということで、なんかこの包装を開けるのもったいないけど開けていきましょう。かわいい包装紙、じゃじゃじゃーん。めちゃくちゃ中身わかると思うんですけど、アデリアレトロウォッチのズーメイト柄の時計を買ってもらいました。パチ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 。では開けていきましょうか。あ、サイドにもヒョウとトラかながいますね。めちゃくちゃかわいいパッケージ。でどうやって開けるの。あ、スライド式でした。じゃじゃーん。よいしょ。
そんな感じの腕時計を買ってもらいました。ズームイート柄、なんか時計動いてるな、最初から動いてる感じ、めちゃくちゃ時間わかりますけど、そう今は3時過ぎです、お昼のね。もう動いてるんだ。はい、では出していきましょう。めちゃくちゃ可愛い。ここにねズームイートの刺繍が入っています。で文字盤にもねズームイートがいるんですよね、めっちゃ可愛い。でスクエアのフレームがアンティークゴールドの色になっていて、すごいクラシカルな感じで可愛いですよね。こっちの金具もアンティークゴールドになってます。可愛い、なんか剥がれた。アデリアレトロって書いてあります。可愛いですね、めっちゃ可愛い。でアデリアレトロウォッチは全9柄ありまして、私はこのズームイートですね、ズームイートを買ってもらいました。アデリアレトロのいろんな柄が時計になってるんですよね。でね風船も私は好きなので、風船もね可愛いと思ったんですけど、ベルトがね白なのがちょっとファッション的に難しそうかなと思って、何にでも合いそうなダークブラウンのズームイートを買ってもらいました。ダークブラウン何にでも合いやすそうですよね、めっちゃ可愛い。この文字盤にいるイラストなんですけど、これはね全部そのイラストがね入ってて、柄によって数字の位置が変わってるんですよね。例えば風船だと2の位置に風船の柄がイラストがね書かれてるんですよ。ズームイートは一番下にいるんですけどね、なんか細かくて可愛いですよね。でこの数字もアデリアレトロをイメージしたアラビア数字を作ってもらったそうです。これはアデリアレトロとタイムステーションネオを経営する株式会社中澤さんのコラボらしいです。でこちらはね文具女子博で先行発売していたので、私は実物を見ていたので、もう店舗に行かなくてもいいかなと思って買ってもらいました。発売日は去年の12月23日ですね。ちょっとつけてみようと思います。はい、こんな感じでつけてみました。めっちゃ可愛くないですか、すごい可愛い。この時計をつけるので、お洋服を今日はちゃんとした服を着てます。いつも何着てるんだって感じですけど、今日はちゃんと服を着てきました。めっちゃ可愛い、可愛くないですか、嬉しい、可愛い。でね、今持ってる時計が全部電池切れしてて、今時計持ってないに等しいんですよね。今持ってる時計が結構オフィス用のかっちりしたものなので、このねカジュアルな感じの時計がすごい持ってなかったので嬉しいです。かわいい。でもオフィスでも使えそうですよね、使えないかな。職種により使えそう、めっちゃかわいい。これからお出かけの際にね、いつもスマホで時計見てたのでつけていこうと思います。であとねメモがついてました。時計買ったらもらえるメモなのかな、ちょっと開けてみましょう。マッチ箱メモ35枚入り、全部梨の柄なんですかね、梨の柄を押してるのかな。梨の柄のなんかグッズってあんまり見たことないけど、文房具ではあんまり発売されてないのかな。めちゃくちゃ可愛いマッチ箱メモ35枚入ってるみたいです。マッチ棒が線、罫線になっててすごい可愛い。これは可愛いですね、嬉しい、大事に使っていこうと思います。はい、今回の動画はこんな感じです。見ていただきありがとうございました。数回にわたってね、私の個人的な誕生日のあれこれを動画にしてたんですけど、見ていただきありがとうございます。これからは購入品とかまた手帳の使い方をアップしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンなどなど、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。